リ裂型魚雷艇は、ソビエト、ロシア海軍の魚雷艇である。リ裂型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は 206M 型 O 型魚雷艇である。1985年11月12日に、撮影されたソ連海軍のリ裂型リ裂型魚雷艇は、沿岸海域における船舶や、軽武装の水上艦艇及び、 潜水艦との戦闘に使用する小型戦闘艇として開発された。206M5 計画は1950年代に開発されたシェルシェン型魚雷艇の拡大版として立案された。計画はアルマース中央海洋設計局が担当した。原型となったシェルシェン型との際は強化された武装と若干延長された艇滞、停止下面に取り付けられた小型の 全没型水中翼とコントロール用商板であった。これに加え、中裂型では、水化式のソナーが搭載された。また、対戦魚雷の運用能力を与えられ、対戦任務の遂行も可能になった。胴体は流線型甲板を有した構成で、防水壁によって隔てられた重固の水防区画より、なっていた。ディーゼルエンジンは、第5区画と第7区画に収められ、 それらの間になる第6区画には手記のための遠隔制御装置が搭載されていた。上部構造は軽量素材によって作られていた。搭載武装は 40KN でハーツ4 b あるいは 35KN で 5B までの限度においては制限なし1985年11月12日に撮影されたソ連海軍のチューリア型本型は、 1971年から1976年の間にソ連海軍向けに24隻が建造された。そのうち8隻は太平洋艦隊に配属され、水中翼部品は陸路鉄道で移送された。このほ九1978年から1985年の間にブラジボストーク造船工場にて輸出向けの同系艦が建造された。輸出先は、 有効国のベトナム、キューバ、エチオピアであった。建造された16隻の輸出向きチューリ裂型は、追加式ソナーを搭載せず、戦闘能力は劣るものであった。これらは 206ME 型と呼ばれた。チューリ裂型は、ソ連最後の魚雷艇となった。このクラスの任務を司る艦艇は、魚雷艇からミサイル艇に移行し、206 M5 計画より開発されたマトカ型ミサイル艇がその後継となった。ソ連崩壊後、旧ソ連海軍所属の 206M 型はロシア海軍へ継承された。これらは1990年代には退役が進み、2006年現在カスピ小艦隊に席にが残されるのみとなっている。輸出された 206ME 型は各国で未だ多数が運用中である。ありがとうございます。